はい、じゃあ今回も実況プレイやっていきたいと思います。今回使うのはカバドリですね。はい、多分ねこういう系統のパーティー僕はあんま使ってないんで新鮮だと思います。はい、じゃあ潜っていきましょう。まあ、前回までねボツパーティーを紹介するみたいなこと言ってましたけど、あまりにボツすぎて3立てが起きまくったのであれで終わりです。はい今日から新パーティーと。はい、このパーティーはちなみにあのポクパクリですね。ある方のとある実況さんのパクリパーティーを使用してます。先に言っときますけどね。はい、あ、間違えた待って、コメントビューアーを開いてしまった。間違えた、ニコニコ生放送のコメントビューアーを開いてしまった。ちょっと映ってるかもしれないけど、すいません。いや、デスクトップにねアイコンがそのキャプチャーソフトと隣に並んでてね間違えて押してしまいましたね。さて、水タイプが2体にランドロス、カバドリを出したいところなんですが非常に出しづらい感じもあると。特にマリルリってポケモンがやばいな。嘘、いきなりカバドリ出せないの？それは聞いてないんだけど、出したいな。でも出したいよな。カバドリ出したいな。嘘、ラスト1体がサンダーかな。うん、マリルリがちょっとねやばすぎるんでサンダー出します。はい、大体はカバドリ、ラティカ、カバドリ、ハッサム、ガマ基本かな。でたまにブルンって感じなんだけど、サンダーほぼ出さないんですけど、ちょっとマリルリ無理すぎるんでサンダー出します。あの、僕これこのパーティーやりたいことを詰め込みすぎたせいでラティオスとハッサムが両方メガでラティハッサムができないんですよ。よろしくお願いします。飛んだ欠陥パーティーなんですけど、メガラティオスが使いたくて仕方なかったので、多分ね前のシーズンの動画のどっかで言ったけど、メガラティオスがすごい使いたくてこうなってしまいました。マリルリ保管無理せずサンダー投げましょう。メガラティオス自体ね結構ねそんな弱いポケモンじゃなかったんですけどね、やっぱりメガネの方が強いかなって感じですね。弱くはないけど、まあメガネの方が強いかなっていうこのパーティーで言えばメガハッサム使ってるからね、そりゃもうメガラティオスの方がいいですよ。メガネの方がいいですよね。ハッサムと同時選出できませんもん。滝登り、はい、結構もらうな。はい、ここは羽休めでいいかな。とりあえずね、ランドロスは後出しぐらいしかないでしょう。相手パーティーサンダーがめちゃくちゃ刺さってるんで、後出しするにしてもランドロスぐらいかな。サンダーか、はい、羽休め、そうですね、ここ独特だと思うんですけど、ボルチェンから展開していくのもありだし、サンダーはそのマリルリ受けたいだけだから毒入ってもそんな困らないですよね。このターンボルトチェンジして、サンダーに毒入ってもこのターンは毒受けないですし、他高校の可能性ありますけどボルトチェンジをします。上から通った、これ美味しい、 OKOK、 これでカバルドンに交換して展開していきましょう。はい、相手パーティーサンダー刺さってるんでいいですね、こういう感じで。ただカバルドンに何かしらリコーダーがあると美味しくないな。さあどうだろう、毒、まあラッキー、ここ避けたのでかいですね、かなりラッキーだったと思います。じゃあセウスロック巻いていきましょう。まあ相手としても毒ですかね、メザパウっても知らないと思うんで。ちなみにこのカバルドンは HD 物販なのでメザパウだとそんな入んないですね。 OK、 毒、はい、セウスロック、砂ターン数えましょうか。僕ターン管理しない人間なんで砂向いてないんですけど、あんまり何やってんだって話ですけど、初ターンが、サンダーに引っ込んで、で羽打ってボルチェーンしてステロマイターから4ターン、残り4ターンですね。じゃあ首打っていきましょう。羽休めかな、ここは。うん、羽休めですね。はい、でこれであくびを打って、はい、で残り3ターンかな。はい、ここはもう一回あくびかな。ドリューズ出してもいいけど多分まだ蓄積足りないよな。もう一回あくびかな。毒、はい、かーはーはーはー、サンダー切ったか。はい、
あと2ターンか。うん。はい。はい。じゃあここはドリズ投げていきましょう。またね、もう一回砂巻くためには、もう一回カバルドンに引けばね、砂巻けるので、何かな。ここでマリルリン交換された場合は、こっちも3段に引きたいと思います。で、ボルトジェンジャーに何で押してれば、うん、もう一回砂巻けるんで、はい、行きましょう。ドリューズで。はい、眠っている。はい。で、あと1ターンかな、砂が。ここは容赦なく剣の舞ですね。雪崩打っても落ちないと思うんで一発じゃ、うん、ことりあえず剣の舞で2ターン最速起きっていうのはちょっと珍しいというか、最速起きの方が確率低いんで、うん、オッケーオッケーオッケー。で、まあこのターンで砂は終わりますけど、うん、上取れてるかな。岩雪崩でいきましょう。多分上取れてますね。僕のサンダーの方が早かったんで、うん、多分じゃないな、確実だな。確実に上を取れてる。3打突破と、よし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 。いや、カバドリね、楽しいんですよ、すごい。天候パー面白いですね。特に僕5世代やってなかったんで、5世代やってなかった分で、なんていうかな、こういうコテコテの天候パーというか、こういうもの扱ってこなかったせいで余計に楽しいんですよね。ここは自信でいきます。守ってこない可能性も僕は考慮します。初ターンは多分抜いてるはずなんですよ、純速じゃなければ、うん、なので自信打っていきます。相手も迷ってるはず。ここでだって僕にカバルドに交換されて、あくびとか打たれたらかなり面倒ですもん。てかまあ相手の負けか。負けに、ほぼ負けになるので、相手も悩みどころのはず。バシャ、メガバシャーモは多分純速ではないので、守らなかったら僕の方が早い。どうだろう。はい。守ったか。やりますね、相手。はい。なかなかやりますね。守ってきたか、しっかり。甘えない守りですね。じゃあここは、カバルドン出していきますか。まあ、ここはちょっと読み合いだったんでね、どっちともいないですね。カバ引いたら僕が有利だし、通れば勝ちだしって感じで2択でしたね。はい、引いてカバルドン、うん、まあ、これで一旦バシャーモン引っ込めさせないと僕の負けになるんですけど、フレアドライブ、はい、うん、一発与えるか。オッケーオッケー。はい、毒は、これは死んでくれてもよかったんだけどな。まあまあしゃあないですね、はい、フレドラだったら一応砂ダメが1回分入るんでね、お得ですね。飛ぶ膝もちょっと打ちづらいかなって感じしますし、他砂ターン稼ぐの阻止するために吹き飛ばしで、まあ多分やってこないと思いますけどね、吹き飛ばし見え見えなんで。でまあもしかしたら可能性あるんでね、押しとくのは大事ですね。悩んでるな相手。守ったか。 OKOKOK、 これで加速リセットできたと。 OKOK、 いい感じですね。人ばしいマリルリー、うん、エステロが入って砂ダメが入って、自信圏内かなこれ。僕自身圏内だと思うんだけどな。ガブリアスの自身で多分マリルリって半分ぐらい入りますよね。でドリューズ僕永遠に補正かけて、なおかつプレートも持ってるんで、多分これ圏内のはず。自身でいきます。アイヘじゃなくて自身でいきます。多分落とせると思う。どうだろうな。悪獣打ってきたか。これは耐える。オッケーオッケー。自身多分落ちるでしょう。オッケー、いい火力持ってる。よし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 。で、砂ターンはまだ全然ありますね。カバー出して、うん、吹き飛ばししてたからまだ全然ありますね。はい。オッケーオッケー。2連守る決められなかったら僕の勝ちですね。で、2連守る決められても、サンダーが岩なだれとかでひるまなければ僕の勝ち。だから結構勝ちの目、もう硬いですね。このシーンで。うん、まあここはもう相手に2連守るしかないですね。やることがないと、他に。はい。はい。まあ基本的に地加速の場所はもう抜けないと思うんで、まあ2連守るしていきますね。
て、ジャッジしに行きましょう。さあ、綺麗に決めてくれ、ドリューズ。相手も抜けてる可能性考えて、まあ、2連守るの確率低いと考えてっていうのもあるかもしれませんけど。よし、決まらない。それ無理ですね。よし。いや、綺麗に決まったな、カバドリ。綺麗にカバドリだった。よーし。セロの蓄積でマリルリもね、剣舞つまずに自信を落とせましたし、強みが出ましたね。はい、ありがとうございました。いや、ハッターも砂ターンがあるとね、砂ダメだけで結構削れますよね。あれもなんかね、こう、塵も積もれば山となる的な感じでね、よかったですね。さてさて。あと僕がサンダーのボルトチェンジ使ってるの結構珍しいですよね。てか多分初めてなんですけど。これはこれでやっぱ使い勝手いいですね。はい。あれ、間違えた、戻ってしまった。今まで本当に10万ボルトしか使ってこなかったんですけどね。はい。まあ、レート1700台なんですけど、これ、まあまあの順位ですね、一応。そこそこのレート帯の戦いではあると思います。はい。今の段階ではね。はじめまして、こんにちは。はい。ジャローダ多いな。ジャローダね、やっぱカバドリってその指導要員がカバルドンなんで、やっぱ辛いんですよ。で、この相手のパーティー的に炎技持ってそうなやつ誰もいないじゃないですか。こういう場合は、まあ、ジャローダが炎技ですよね、担当。厳しいな。まあ、ハッサム刺さってるので、ハッサムのトンボ返りから、まあ、ジャローダなんとかって感じかな。うん、これでいきましょう。本当はね、ジャローダ入れるとカバドリ出したくないんですけど、まあ、動画的にこっちの方がいいかなという、それはちょっと言い訳か。まあ、僕が基本的に裏選手出さないんですよね。てか出せない。最初に言ったけど、このね、ラティハッサムがメガだから、裏選出できないんですよ、このパーティーは。まあ、この後改良しようと思ってるんですが、いろいろと裏も出せるように。今はちょっと表しか出せないので。まあ、ジャローダが厳しいですね。メザ炎を持ってそうだからな。ここは厳しい。先発がジャローダがクチートかによってもまた変わってくるな。クチートだとちょっと厄介ですね。クチートの何が厄介かっていうと、不意打ちでドリューズがめっちゃ削られてしまうんですよね。だから最悪、クレセリアのゴツメプラス、クチートの不意打ちとかで飛ぶ可能性もあるんで、クチートがいるだけでドリューズは結構動きづらいですね。厳しいポケモンですね、本当に。じゃあよろしくお願いします。まあ、その分、こっちからはプレード自身で一発ですけどね。削られなければいいと。クチートから来たか。やられたな。シートからと、まあ炎の牙ある可能性もあるんで、ここはとりあえずトンボ返りで帰っておきましょう。威嚇ももらいましたし、きついな。ジャローダだと思ったんだけどな、てっきり。はい、まあ、トンボは多分フェアリーと、多分というかフェアリーと鋼に両方半減なんで4分の1なんですよ。で、威嚇も入ってるんで、まあ、全然ダメージ入りませんね。とりあえず目がしておきたかっただけです。耐久上がるんで。炎の牙持っててもここじゃ撃ってこないかな。カバルトの引っ込み見え見えだし。いや、でも、あれか、そうか、三大引っ込みもあるか。裏だったら。だから、はたきの可能性もあるかな、一応。さてさて。カバルトンと。でもここではたきだったら縁牙ないと思っていいかな。急に略し方変えてしまいましたけど、まあ、炎の牙が。ないと思っていいか、どうか。炎の牙、持ってたか。あ、じゃあ、ハッサムじゃ勝てないっていうのは。ステルスロックあくび、でいいかな。あくび後でいいよね。炎の牙のダメージは60ぐらいだから、ステルス先に負けか。はたき。早っ早いなぁ。マジか。早いなぁ。早いなぁ。あくびで予想外に速いな。ちょっとびっくりする速さでしたね。カバルドに速いか。まあそんなね、別にびっくりすることじゃないんですよね。多少振ればね速いんで、口の方が。まあそんな変な速さではないんですが、でもやっぱ速いなって感想ですね。いい速度を持ってらっしゃる。さあドリューズ、
ここはタクですね。なんで相手としてはここは冬十って削るのもありだし、交換するのもありだし、研磨されたらまずいから攻撃するのもありなんですよ。だから僕はここで研磨舞うか自信打つかのタクなんだけど、裏ドリューズ刺さってますからね。これ冬打ちで削らないときつくないですか。研磨で OK、 引きは OK、 引いてくるのは別に OK。 クレセリアか、はい、うん、剣の舞い、ここは岩なだれかな。はい、岩なだれを押していきましょう。ひるませないといけないですね。トリックルームとかの可能性ありますし、ひるませましょう。アイアンヘッドはちょっとね、ボス目が嫌なんで。あ、オボンか。はいはいはい。まあ、次のアイヘッド落ちるかな、ギリギリ。微妙だな。トリルか。はい。はい。剣舞かな。まあ、三日月の舞だと思いますけど、ここは。まあ、ひるませないとダメでしたね。まあ、アイヘ打っても、なだれ打っても、ひるみは3割なんで、同じと。トリルクレスきついな。レビー、はい。剣舞。はい。トリックルーム、トリックルーム、冷凍ウィームだから、あと3ターンか、まだ。剣舞回しかないですね。で、3ターン目。はい。すぐハッサム引っ込んだ方がよかったかな、これもしかして。振り身かもしれない。こうかな。しかないよな、もう。待って、これすぐハッサム引っ込んだ方がよかったかも。プレミかもしんない。わぁ、冷静じゃなかったですね。ドリューズでどうしても戦おうという欲が出てしまった。冷凍ビーム。はい。そう、ここで剣の舞すればよかったんですよ、別に。ね、欲が出てしまいましたね、本当に。ここで剣の舞しておけばよかった。ミスったなぁ。まあ、三日月の舞かな。冷凍ビーム。はい。元に戻った。もう一回ここはあれですよね。トリックルームだよな。いや、剣舞かな。うん。口糸の冬打ちぐらいじゃ、ハッサン持ちないでしょ。それは思う、うん、トリックルーム、はい、うん、ここはバレパンでいいかな。これ以上レビュー打たれても不意打ち圏内入らないよな。もう一回積むか、もう一回積もう、はい、もう一回積みます。これで多分バレパンで確実にクチート飛ぶはず、うん、で不意打ち圏内でもないと思う。ハッサマそんなヤバじゃない。三日前か、 OK、 三日前で回復するのも少々でしょう。ほとんど変わんないと思う。これでバレパン打てば OK、 クチートに対しては、うん、ただ裏がバレパン受かるやつだったらやばいですね、ちょっと、うん、例えばゴツメスイ君とか、サンダーとかかな。いや別にトリックルーム化だから上は取ってるんですけど、そのゴツメダメージで不意打ち圏内入れられたらまずいですよね、バレパンで。お、通った。これは落ちるでしょ。よしよしよし。僕冷静じゃなかったけど、クチートの、違う、ハッサムの単体性能でカバーしてる。誰だ、ラスト。ジャローダだったか。あ、やっぱりそうか。カバルドの初手に来たらジャローダに引くつもりだったのかな、相手。ってことはラムジャローダかもしれませんね。バレバンで。オッケーオッケーオッケー。いやあれですね。ドリューズが、クレセリアで止められたけど、クレセリアを起点にハッサムが動けたと、うん。よかったですね。はい、ありがとうございました。
というわけで、カバドリ両方とも勝てましたね。いやー、よかったよかった。綺麗な試合になったな。はい。というわけで、じゃあ今回ここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。